1個分、香港と2個分の大きさの、ドバイワールドセンターという空港都市ですね。で、シェイクダウンロードっていう、片側長させる一番メインの道路を含めて、こう並行している道路を3つからアクセスができるようになっています。で、これがアルマクトゥーム空港。で、ここにはアビエーションです。飛行士訓練学校があります。で、ここにゴルフ場と高級住宅とバンパー、ここは人道支援の施設と、ここがビジネスが、で、ここが中間層の方の住宅が、ここが倉庫エリア、ロジスティックス、この8つの、エリアに分かれています。2010年から貨物で、去年の10月から旅客が始まって LCC が始まります。で、これがロジスティックス倉庫エリアがこの本社の後ろに構えておりまして、日本だと日通と近鉄がもう倉庫を契約しているという感じです。で、ここは年間10万人以上の飛行士を訓練する飛行学校と、あとは毎年エアショーが10月に行われます。右側が中間層の住宅街になってまして、もう第1期の募集はすべて完売、今後第2期、第3期の募集を行います。という計画になっています。このゴルフ場が、高級住宅街に18ホールのゴルフ場が2面。で、世界最大のショッピングモール、ドバイモールを作っている MR というディベロッパーがここをやることに決めました。で、ここが、ビジネス学になります。なので、オフィスとか、プリゾン学に入るわけですね。ここが、昨年決まった2020年の万博会場。ただ今は櫓がそこと組んであるわけで、これから6年で組み上げていきます。で、まあ、ここは人道支援の会社が入る施設が入りまして、まあ、中でも周辺の地域が安全なところではないのもありますので、こういった場所もこの空港都市の中に計画しています。で、一番の特徴はジュベルアル港から直接15分から20分で移動できて、2、3時間の手続きを終えてそのまま空路に運べる。海路から空路を最短でつなぐというのがこの高速都市のコンセプト。で、10月にはエアショーで飛行機の故障がやって、2020年にはドバイ万博がここで開催される。そ計画的には20年、30年かけてこの空港都市を作っていくということで、動いているのがドバイワールドセンターです歴史ですよ。で、見てもらった通り、ドバイはドバイクリークを、中心に、そこからドバイ空港につながって、ドバイ空の物流を、つなげることによって貿易が発展していったというのがありますので、今後それをもっと大きな規模でジュベルアリという港から、まあ、コンテナ船が何台か止まるところですね、そこから直接運んで、で、そのまま飛行機を飛ばせると。フリーゾーンからフリーゾーンに行きますので、基本的にこの中で解決する意に関して関連がかからないので、ここ切ったらいろいろできる。これ今の流れてること、押せば、キュッて
今の人と流れてるのか、はい、早いもんね。まあ、これがですね、ドバイワールドセントラルになりまして、まあ、私たちはここにオフィスを構えることで、今はドバイ空港の方がやっぱり留学っていうのも多いんですけれども、今後エミレーツ空港自体もこちらに最終的には移していくという計画でいますので、まあ、1枚からトランジットが ドバイが多くなりますので、そういう方々のためにゴルフ場があったり、住宅があったり、まあ、今後商業施設のためにできてくるっていう計画になりますので、まあ、そこで世界のバイヤーが来てもらえる場所をジャパントレードセンターとして作っているということですね。ジャパントレードセンターっていうのは もうある？そうですね、今内装をしている場所に今後吉村さん含めて企業が入っている、はい、その完成っていうのは、うち自体はもう内装はあと、そうですね、今最終的なところになるので5月半ばには、ブースがもうできる状態になって、あとは徐々に駐在員さんが増えてきてる形になるので、ただモーニング娘。と一緒でオーディションして集めましたと、でも歌もダンスもできない状態でライブができないと思ってるので、うん、あくまで5月の中旬のプレオープンという形で、中にいる駐在員さんがやっぱり海外で